続いてこちらのコーナーです広瀬のアナウンサーが気になるテーマをプレゼンするあなたにプレゼン木曜日はインタメ沢村さんですはいよろしくお願いいたしますこの冬はクレのグルメが熱いんですがクレからお越しのカーニスさんその熱届いておりますでしょうか、はい、何がですかあまり届いてないんですそうですね今冬グルメ、はい、クレで熱いんですそうなんですよそれで、ね、味わいたいんですけど僕はあの。 まあツアー中で出たり入ってるじゃないですかですはい。だから逆に教えていただきたいなとわかりました全国各地おいしいものを食べ歩いてるということですねそうでもないです今ないですか、はい、というわけで、えー、クレにお住まいのカーニスさんにもお伝えしたい牡蠣、はい、とレモンの話題です、はい、冬のグルメとして有名ですよねまずは牡蠣からご紹介しますクレオイスターランドですこちらをご覧ください場所はクレ駅から歩いて5分 川べりのテントで牡蠣料理を楽しむことができます。市内の産地から直送された新鮮な牡蠣はイチオシのバケツ焼きや、その場で炊き上げる釜飯などでお腹いっぱい味わうことができます。安浦が。 倉橋音頭っていう、あのいろんな地域で、かきの生産が盛んに行われていて。まあ、あのいろいろ、その海によって、まあ、微妙な味の違いがあったりとか。そういったのも、あの魅力の一つかと思います。今年も、あのものすごく美味しいかきが、たくさん出来上がってきてますので。はい、たくさん召し上がっていただきたいなと思います。V. T. R. の田中さん、他にもおっしゃっていたんですけれども、はい、あの。 とてつもない大ぶりではないんですけれども身が縮まらないその中に旨味がぎゅっと詰まっているのがクレサンカキの良さだと言ってますゃんす <laughs> ぎとぎゅっとしてて美味しいですからね,ね本当に旨味がぐっと詰まっているなという感じがあります、はい、このクレオイスターランドは ぜひ呉の牡蠣が味わえる場所を市内の中心部に持ってきてほしいという声を受けてこの冬に取り組みをスタートさせました営業日は金曜日から土曜日日曜日最大90分の時間制となっています森さん、いわゆる牡蠣小屋これが市内中心部になかったっていうイメージは意外ですね、確かに。 だから島まで行けばあるというような状況でしたよね、はい、島であれば柿祭りなどもあるんですけれども、うん、そのイメージが強いですそれを街の皆さんに味わってもらいたいということで生産者の皆さんが一体となって盛り上げていくイベントとなっています3月末までの開催です続いてはレモンです先週19日からスタートしたクレレモンフェアのご紹介ですクレの飲食組合が企画したこちらも今年からの取り組みとなっていますお披露目会の様子ご覧ください レモンフェアには呉市内の62の飲食店が参加しますその店ごとのレモンを使ったメニューで観光客に食べ歩きを楽しんでもらおうという企画です一番大事なのはこの呉レモンが継続的に皆様に食していただけるっていうところです持続的に商品開発をやっていただければと思っております こちらも新規軸を打ち出したくれレ,レモンなんですけれどもくれにレモンのイメージ馬場さん、いかがでしたもちろんあります。とか私、大崎下島のレモン農家さんにお世話になったことがあってあ、ね、取材などで、うん、本当美味しいしでですすよよねねそう下鎌狩島をはじめとした産地を知ってもらいたいということと、うん、あとはこのビタミンから元気が出ますし老若男女に人気ですよねそういったところからレモンを取り上げた1ヶ月となっています飲食店のいくつかのメニューをご紹介します。 まずは呉阪急ホテルにあるレストランイルマーレのこちらセットで提供されることになっているんですけれども仕上げにレモン果汁を加えたこのチキンカレーが爽やかな後味でもう本当においしかったんですよ辛さも抑えめでレモンの風味が立つように煮込み時間なども調整しているということでこだわりの一品となっていますさらにはデザートをご紹介しますおうちレストラン西巻のまんるレモンケーキです こののケーキの表面レモンとチョコレートを混ぜ合わせて作ってるんですけれどもこちらはレモンの甘酸っぱさちょっとした苦みっていうのがこうダイレクトに口の中に伝わってきて大人も子供も大好きなレモンケーキに仕上がっていますさあ最後にご紹介するのはピッツリ,アナリポですこちら川西さんお店ご存知ですよね。はい、もうめちゃくちゃゃく美味しいいですよここはい <laughs> あのぶら旅されたとこですよねつい<前>あの去年の年末もあのちょっとお邪魔しまして川西さんもたくさんえこのピザ召し上がっているということで、はい、人気メニュー揚げピッツァこちらにですねレモン、蜂蜜、モッツァレラ温度ちりめんの4つを中に入れてそのハーモニーを楽しんでもらおうということでこのピッツフリッター揚げピッツァ川西さんも召し上がったことありますよね。そうですあのーえー 食リポの時にもあの食べさせていただいたんですけど<ぇ>これがお店でいただくとすっごい大きいんですよ<ぇ>でもそれを、まあ、数人で行ってフォークとナイフで切り分けてもうねめちゃくちゃ美味しいですよ<ぇ>本当に切り分けるところから体験するとすレモンであったりちりめンであったりいろいろねクレの香りが立ち込めるのでぜひこのレモンフェアでも立ち寄っていただきたい一つのお店となっておりますそしておさらいでですクレレモンフェアは来月29日月日末まで 開催となっていますそしてチケット制となっていますチケットは5枚綴り5000円で販売ですチケット1枚あるいは2枚をお店の方に渡して、えー、特製メニューが出てくるという形になっています全ての参加店舗で販売中です詳しい情報はクレ飲食組合をチェックしてみてください広島の冬の味覚をぜひクレで楽しんでくれ以上あなたにプレゼントでした